私の名前はパニコ、29歳の会社員です。もうすぐお付き合いをしている人との結婚式を控えているんですが、悩みの種が一つだけあるんです。それは実の妹さとみのこと。高校生あたりから姉の私が気に食わないという感情があったようで、何か買ってもらうたびに勝手に使っては壊され、なくされ、謝罪の一つもなく、私の方が可愛い、私の方がモテる、私の方が友達が多いと常にマウントを取ってくるような妹なんです。もうね、ほんとくだらないの。27歳の時に当時付き合っていた元彼までも奪われ、それ以来連絡も取っていません。しかし友人から里美が私の噂をいろいろ流しているとよく話を聞くので、結婚を機に完全に縁を切ろうと思っていたのです。そんなある日のことでした。お姉ちゃん、やっほー。タイミングがいいんだか悪いんだか、里美からの LINE です。ねえ、既読ついてるのに返信遅くない？おーい。なんてかわいそうか、少し悩んだだけで連投。あー、もうめんどくさい。何？めっちゃお久しぶりの連絡なのに冷たくない？一文字返信やめてよ。何かよ、あんたのこといろいろ話は聞いてるからね。何の話？やだ、私人気者じゃん。あんたね、周りにお姉ちゃんの彼氏が誘惑してきて仕方なく付き合ったとか、お姉ちゃんが未だに彼のことが好きで困ってるだとか言ってるらしいじゃない。バレてんだ。いいダメージになったんじゃない？作戦大成功ってやつ。本当はあんたが略奪点検して奪っていったくせに。そうなんです、里美に元彼が奪われてしまう直前。お姉ちゃんの彼氏かっこいいね。しかも高収入じゃん。略奪宣言しちゃいます。とどこから嗅ぎつけたのか、紹介すらしていないのに顔や職業までも知っていて、声高らかに略奪宣言をされたんです。もちろん私は無理に決まってるでしょと自信を持って答えたんですが、元彼はあっさりと妹を選んだのでした。しかも元彼のタケルは、顔も良くないし、俺より下の会社にいるやつより可愛くて愛嬌もある子の方がいいに決まってる。姉妹なのに全然違うよなと吐き捨てて私を振りました。確かに妹の方が容姿はいいですが、あんまりの話です。本当に奪われちゃう方が悪いじゃん。彼からしたら私を選んで正解だもんね。はいはい。で、要件は何？あんたとは連絡も取りたくないし、縁を切ろうと思ってるんだけど。ひどっ。てか、なんだと思う？どうでもいいし、興味もない。言わないならもうブロックしてもいい？やだやだ、まだ待ってよ。私ね、結婚するんだ。ねえ、相手は誰だと思う？実は、お姉ちゃんの元彼のタケル君と結婚します。ほらね。私がわざわざ聞きたくもない報告だって分かってて連絡してくるし、無駄に貯めるし、本当にめんどくさい女。姉妹だなんて思いたくもない。喜んでくれるよね。昔好きだった男と実質家族になれちゃうじゃん。もちろん手出したら許さないけどね。はあ、どうでもいいわ。本当呆れる。っていうか、先に手出したのあんたじゃん。あんた他に彼氏いるんじゃないわけ？いろんなとこから男と歩いてたって聞くけど。なになに？お姉ちゃん、もしかしてわざわざ調べたの？そんなに私投げ足取ってまで彼を取り戻したい？はぁ、やっぱり彼にまだ未練あるのか。イケメンで高収入の彼は私の旦那さんになります。諦めてね。あー、もうイライラするわ。あんな浮気男にいつまでも私がしがみついてるわけねえだろ。このマウントにしか興味ない女選んでる時点でたかが知れてるわ。思いながらも、もうやりとりすらしたくないの気持ちの方が上でした。はいはい、おめでとう。どうか幸せになってください。あなたとはもう姉妹でも家族でもありません。二度と連絡してこないでね。そして私はこの LINE に既読がつくよりも早くブロックしたのでした。実は
両親も私へのマウント行為や元彼略奪の件から呆れて、里美とはほぼ絶縁状態だから、私が縁を切ることでもう関わる機会は本当になさそうです。なんでこんなに私に執着するのか分かりませんが、もう興味すらありません。関わりたくないの一言に限ります。また周りに何かを言いふらすかもしれないけど、こっちから縁切ってるけど何かのスタンスで言おうと決心したのでした。これで悩みの種もなくなった。もう邪魔はされたくない。そんなこんなでとうとう私は愛する人との結婚式を迎えたのでした。結婚式にはもちろん元妹は呼んでいないので順調そのもの。今日から私と彼の夫婦生活が始まるんだと心躍らせながら、両親、友人、職場の人たちに祝福され、幸せな時間を過ごすことができました。しかし、結婚式を終えて二次会の会場に行くと、結婚することを言ってすらいない里美の姿があったんです。なんであんたがいるわけ？一体どこから嗅ぎつけてくるのよ。帰りなさいよ。お姉ちゃんひどくない？妹に結婚すること言わないの？私はちゃんと言ったよ。妹なんかじゃない、あんたとは縁を切るって言ったでしょ。そんなこと言っていいの？なんなのこの高級感あふれる会場。お姉ちゃんが私より先に結婚するのも許せないのに、なんで二次会ごときでこんな会場を借りてるわけ？気に食わない。はあ、なんなのあんた、なんでそんなに。黙れ。里美はそう言うとにっこり笑って、にゃー、誰も触っていないのにあたかも私に押されましたという演技をして後ろに倒れたのです。わざとらしくフラフラっと倒れた里美の後ろには、ちょうど私の結婚相手が背中を向けて立っていて、里美にぶつかったはずみで彼は友人たちが用意してくれたお祝いのケーキに顔面から突っ込んでしまいました。ちょっと何するのよ。ヒロシ大丈夫？私は里美なんてお構いなしに彼に歩み寄ります。やだ、ごめんなさい。お姉ちゃんがいきなり突き飛ばすから。こいつ泣き真似までして私のせいにしようとしています。あんたが勝手に倒れたんでしょ。変なこと言うのやめてよ。嘘じゃないんです。結婚するって聞いてなくて、私妹なのにどうしてもお祝いしたくて来ただけなのに、どうしてそんなに怒るの？ちょっと何言ってんの？意味わかんない。とにかく帰って。お姉ちゃん、実は私の彼氏のことが好きなんです。だから私のためを思って彼を諦めて仕方なく他の人と結婚するんでしょ？そう言ってたよね。そんなわけ。そんなの旦那さんになる人がかわいそうだよ。ひどい、ひどすぎるよ。はあ、一体何を言ってるんだろう。私はもう頭の中が真っ白でした。この先もこいつに邪魔されながら生きていかなきゃならないんだろうか。私が途方に暮れていたその時です。ケーキまみれの彼が口を開きました。いやー、びっくりだな。ケーキに突っ込むなんてめったにできない経験だね。え？なにその反応。あんまり変なこと言うから変な声出ちゃったじゃないの。もうヒロシってば、笑ってる場合じゃないでしょ。早く着替えなきゃ。大丈夫だよパニちゃん。そうだ、はじめまして、サトミさん。え、もしかしてあなたがお姉ちゃんの結婚相手の方ですか？傷つけるようなこと言ってごめんなさい。え、傷ついてませんよ。むしろ大事な席でこんな騒ぎを起こして主役の僕をケーキまみれにしたことは謝罪しないのかななんて思ってるところです。なんでなんで、それはお姉ちゃんが。まあいいです。そういえば里美さんってうちの阿部とご結婚されるんですよね。おめでたい方ですね。うちの阿部？タケルをご存知のことですか？僕の名前は竹本ひろしと言います。阿部くんが勤めている竹本コーポレーションの代表取締役をしています。そうなんです。
元彼が勤めている会社の社長が私の結婚相手なんです。もともと私と元彼が出会った理由は、私の会社の親会社が元彼の会社で、営業回りをしていた元彼が私の会社によく顔を出していたことがきっかけ。結婚相手のひろしさんとは、うちの社長が親会社と会食があるから数名付き添いで来てほしいと言って、私もそのメンバーに選ばれた時に出会いました。ひろしさんからアプローチをされた時は、里美に元彼を略奪されたすぐ後で、元彼の勤める会社の、しかも社長さんと恋愛なんてなんだか気まずいと思っていたんです。でもそのことを正直に話したら、逆に感謝されて、正直でますます好きになりましたって言われたの。それでお付き合いをスタートして今日に至ります。社長だと聞いた里美の顔ったら生きてる?と思うほど真っ青になっていました。結婚予定の相手が勤める会社の社長を突き飛ばして、おまけにケーキまみれにしたんだから、そうなるでしょうね。里見ったら知らなかったんでしょうね。だって社員には事後報告、社員は誰一人として今日の式には呼んでいませんからね。本当に本当に申し訳ありません。構いませんよ。てかさすが器が大きいんですね。私とは家族ですね。お兄さん、素敵なお兄さんができて光栄です。タケルも社長と親族なんて会社で鼻高々です。いやいや、切り替え早い。ベラベラと一人で話している里美の話を聞く気すらなく、ハンカチで顔を拭いているひろし。するとにっこりと笑って、阿部君は会社で実績がとても悪くてですね、結婚もする予定だから厳しい営業はやめたいとの本人の希望だったので、もうすぐ離島の子会社の方に移動が決まりそうですよ。よかったですね。サポートしてあげてください、奥様。え、何のことですか？タケルは実績トップで。おやまあ、あなたの前ではそういうことになってるんですね。私が見ている表では彼は最下位だったはずですね。それに式もこの二次会もほとんど僕の会社の和訳が出席してるんです。僕はあなたがしたこと特に何とも思っていませんが、社長の僕にこんなことをしているのを皆さんが見ていますから、会社でかなりいろいろ困るでしょうね。そんな可愛い妹を守ってください。お兄さん、ピエンな顔でヒロシの顔を見上げる里美。さすがにもう関わらせたくないと思い、私は話に割り込みました。何が可愛い妹よ、あんたの姉なんてとっくの昔に辞めたわ。悔しいでしょ、あんたより早くイケメンで社長でとっても素敵な人と結婚しちゃって。ぶち壊したくて来たんだろうけど無駄よ。ここにいる人は信頼できる人たちばかりだし、昔妹だったあんたのことはここにいる全員に全部伝えてあるんだから。いしし、でしょ、そんな、やだわ。周りの冷たい視線にやっと気づいた里美は急に慌て出して会場を出て行ってしまいました。この事件がきっかけでタケルは会社をクビ、里美がクズだってこともバレちゃって、里美は何人もキープしている彼氏からお金をもらっていることも明るみになっちゃったんだって。でね、タケルの方も里美以外に付き合っている人が何人かいたそうで、まさに泥沼の修羅場。お互いに慰謝料を請求して揉めてるそうですよ。式場とかも抑えちゃってたみたいで、キャンセル料やらも発生してるんだとか。お互い見る目がなかったってことですね。いやはやドロドロして嫌ですね。さてさて、私はというと、ヒロシとラブラブな毎日を過ごし、円満に夫婦生活を楽しんでいます。里見の出来事も含めてしっかり向き合って守ってくれるとても素敵な旦那様と結婚できてほんと幸せ。実はお腹の中にはヒロシとの子供もいることが最近になって発覚。悪いことの後にはいいことが続くものなんですね。どうやら女の子みたいですよ。名前何にしようかな。イシシ。ご視聴ありがとうございます。
次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。